おはようございます。これぐらいでいいですか、音の高さ。はい、久しぶりにやってきましたが、3年ぶりですね。去年はオンラインで授業させていただいて、その時いらした方いますか。ああ、かなりの方が去年にいらしたのね。はい、わかりましたか。はい、今日はですね、ヨハネによる福音書から10回ぐらいお話をしてみようというふうに思っていますね。で、ずっとコロナが感染者が増えてきたので、僕たちの教会では一度にね、集会やってたのを、やっぱり部屋の割には人数が多いということで、2回に分けてやるようになりましたね。ですから朝の礼拝は朝の10時から1回と11時から2回目をやると。で、交代の時間が20分ぐらい取っていますので、1回の集会が40分で、ですから説教はだいたい25分ぐらいで、終わるというようなのを3年間やってきたので、僕の説教ノートはうんと短くなって、それで僕は30分しか話せない。この授業は確か45分ぐらい50分ぐらいあるのかな。それで途中で終わっちゃうと思うんですよね。それであとなんとか穴埋めしないといけないので、毎回そうしてましたけれど、質問をですね、皆さんが書いてくださって、そしてここに後で箱か何か封筒か置いておきますので、何でも構いませんですね。自分の信仰生活の中で疑問に思うところとか、あるいは教理的なことで疑問に思うことだとか、ここで聞いたことについてでもいいし、そうでなくても皆さんの人生に関することでも結構です。全部答えられるかどうか分かりませんけど、書いてくださっていたらば、僕の授業が早く済んだ時にはその質問を皆さんにお答えしようかなというふうに思います。そうしますと、もう少し信仰生活が、皆さんの何て言いましょう、信仰がね、ご自分の日常の生活と関係づけられるかなというふうに思いますので、そういうふうにぜひともよろしくお願いいたしますね。はい、大体ご存知と思いますが、で、僕はもともと熊本の出身です。で、そして、シャープという会社にね、高校卒業したら入って、そこで太陽電池の制作と、そしてまた研究みたいなところにもしばらくいたんですけれど、どうも電気は僕に合いませんで、それでもともと高校時代にクリスチャンになっていましたので、このイエス様にね、自分の人生捧げたいなという気持ちがずっとありました。それで、3年ほど働いた後に僕はそこを辞めて、そして、このどこか進学を行きたいと思ったんですね。でもその道が開かれなくて、で、僕を導いた宣教師が、じゃあ私の知っている親しい友人の宣教師がいます、オランダ人の宣教師です、そこへ行ってね、訓練を受けなさいということで、僕は大阪から今度は神戸へ行って、神戸のオランダ人の宣教師のもとで訓練を受けました。で、最初は僕はやっぱりね、進学校行きたいなと思っていたので、ちょっと落胆したんですね。で、そこに、神様いなさいと言ったので、そこにいました。宣教師はですね、きっと毎朝午前中少なくとも2時間ぐらいは聖書を教えてくれるかなと思っていたら、何にもそんなことなくてね、いつも皿洗い、それから何と言いましょうか、大工の仕事とかコンクリートの仕事だとか、そういう日常的な仕事がもう多くてね、
もうここで本当訓練を受けられるのかなというふうに思いました。でもまあ、英語ぐらいは宣教師から学べるかなと思ってたら、その宣教師日本語ペラペラでねそれで、あ、ここはダメだなと思ってたんですけど、神様はそこがあなたの場所だと言われて、なんと僕は5年間そこにいたんですね。21歳から25歳ぐらいですね。だからまあ自分の人生でこれはとても大きな無駄な時間ではないか、若い時になんでもう少し環境のいいところでというふうに思ったですけども、この年になってね、その時の4年半はもうかけがえがないほどに非常に尊く、またね、素晴らしい一つの人生のテーマを僕に与えてくれた時期であったと思いますね。ですから人生っていうのは分からないもので、まあ、そういうような中から僕は訓練を受けて、そして今度はアメリカ人の宣教師のお手伝いをするために今度は九州へ行きました。でそこで1年間まあ、通訳者がいないということだったので、じゃあ1年間お手伝いして、その後自分はどこに導かれるかわからないので、その自由をくださいということで1年の約束で行ったんですけども、1年も経たないうちにね、そのアメリカ人の宣教師家族は、私たちアメリカ帰るからあとはよろしくあなたがやってくださいなんて言われてね、それで随分その時も戸惑ってね、随分抵抗したんですけど、まあ、結局ねその時抵抗したのはなぜかというとね、そこに残ったら一生そこにいるんじゃないかっていうのがとても怖かったんですよ。僕の恐怖はもうね、まともに当たっちゃって今もそこにいるんですねでなんとそこで50年間ですね、あ、そこにいますけれども、それで気がついたらもう自分の人生が終わろうとしてる。人生ってあっという間ですね。で皆さんは若いですけれど、ね、これからどういうふうに神様は導かれるか、とても不思議な人生をね歩むことになられると思いますけれども、しかし神様は必ず皆さんを無意識になると思います。で僕もね、随分嫌だ嫌だって抵抗しながら来たけれども、振り返ると神が与えてくださった場所、環境、そして教えはどれも実は素晴らしいものであったということができます。ですからどうぞ皆さんね、これからの人生期待を持って歩んでいただきたいというふうに思いますね。で今日はですね、ヨハネによる福音書の第1章の6節から8節までをですね、まず読みたいというふうに思います。よろしいでしょうか。もしお持ちの方は新改訳ですけど、訳がね時々新改訳は違ったりするので、まあ、とりあえず一緒に読んでみましょう。神から使わされたヨハネという人が現れた。この人は証のために来た。光について証するためであり、すべての人が彼によって信じるためである。彼は光ではなかった、ただ光について証しするために来たのである、というような箇所なんですけども、少し違うと思いますね。で、まあ、このバプテスマのヨハネという人については皆さんねよくご存知だと思いますが、まあ、この人についてですね、この何と言いましょうか、考えてみたい第一のことは、まずですね、この人は自分の人生の目的を非常にはっきりと知っていたということです。いかがですか皆さんは。私の人生の目的はこれだというようなものをですねお持ちでしょうかね。これとてもすごいことだなというふうに思うんですね。ではっきりと、じゃあ彼は何のために生まれ、何のためにこの地上に来たかについてたった一言を言っていますね。この人は証のために来たと書いてあるんですよ。いかがですかね。証のために来た、こういうですね、自分の人生の目的、自分はこのために生まれ使わされてきたんだということをね知っているというところに彼の人生の強みがありますですね。
我々は大抵迷っちゃう、これが自分の道なのかなとか、いろいろとね動揺することがあるんですけども、彼は動揺しないですね。私はですね、あるいは周りの人も、この人が来たのは証のためなんだというふうに、まあ、言っていますよね。まあ、そういう一つの自分が何のためにこの地上に生まれてきたかということは、皆さんやっぱり立ち止まって時々考えて見ることが大切と思いますね。ヒルティという人はね、こんなことを言いました。ある人の生涯における最大の日とは、その人の歴史的使命、すなわち神がこの世で彼を用いようとするその目的が明らかに分かり、またこれまで彼が導かれてきた全ての道がそこに通じているのを悟った時であると。で、人生の最大の日って何なんだろうということについて、ああ分かったという時なんですよ。で、私がこの生まれてきたのは、あるいは神様が私をこの地上に送られたのは、この時のためだったんだな、あるいはこのことをするために神様は私をこの地上に送ってくださったんだなと分かる、その瞬間が人生の最大の日なんだそうです。みんなやっぱりそういうものをね、内側に持ってるんですよ。ふっと立ち止まって、僕は何のために来たんだろうとかですね、あるいはなぜここにいるのは何のためなんだとかですね、思いますよね。まあ、こういうふうにね、人はみんな何と言いましょうか、使命という問題を抱えているわけです。これはもう生まれてきた人はみんな人である限りみんな自分は何のためにということをですね、こう抱えているんですね。存在の意味ですね。で、そういう問いを僕たちはいろんなところで発します。家庭で、学校で、職場で、自分がここにいる理由は何なんだと思いますね。自分はそこで果たして必要な人間なんだろうかと思うこともあると思いますね。そこでね、大体多くの人は何とかして自分の存在価値を高めようと思って、まあ、一生懸命勉強するってこともあります。あるいは職場であれば、そこで自分の存在価値を高めるためにできるだけ仕事に励むというようにしますね。そしてそこで何とか成果を上げて、経済的な力も身につけて、一かどの人間になりたい。それによって私はここで何か意味がある存在だ。まあ、そういうことを言いたいわけですね。まあ、ですから私たちにそういう問いかけを持ちながら生きてるんですけども、時に私たちはそれがぐらつく時がある。ところがヨハネはですね、非常にはっきりした目的を持ち、それを知っており、そこからで、彼は揺れ動かなかった。で、そこがですね、ヨハネの素晴らしいところだったんですけれども、ただしヨハネが持っていた一つの目的というのは、これはですね、事業の達成ではありませんでした。あるいは牧師であればつい思いますよ。伝道の成功というのは牧師の目的であるかのように思いますよね。でもヨハネは必ずしもそういう成功を夢見てはいませんでした。あるいは経済力の獲得も、これは彼のですね、目的ではなかった。あるいはそれによって人に認められることが自分の目的だと考える人がいますが、そういうのは彼の目的ではなかった。では何だったかというとですね、彼の関心事はたった一つですね。イエス様を証しする。これが私の人生の目的だ。この人はそのために来たというふうに言われているんですね。いかがですか、皆さんの人生は最終的には、私はただイエス様を明かするために来たんだなと言えたら素晴らしいですよ、ね、もう僕 もうあんまり長くないですね。でもやっぱり振り返ってみて考えると、16歳の時にクリスチャンになって、その後いろんなことがあったけれども、時にはさまざまな成功を夢見たことがあったけれども、いや、そんなことはどうでもよかったことなんだ。自分の人生を通して
イエス様っていう方をお知らせすることができるならば、それはやっぱり自分の最後の瞬間までの目的なんではないかなと思うようにね、だんだん年を取ってくると思うようになりますね。で、まあそういういわゆるイエス様を明かしするということが、僕は全てのクリスチャンが最終的に持たなければならない一つの目標なんではないかなというふうに思いますね。内村鑑三という人がいますね。知っている人知ってますよね。内村鑑三、その人の本を一冊でもいいので読んだことのある人、ね、ぜひね、あの例えば後世の最大遺物とか、こんなのはもうね、至る所にこう売ってますから、読んでみられるといいなと思いますね。北海道が生んだ、ね、クラークの元で、まあ、クラークの直接の弟子はないですけど、札幌の農学校が生んだ、いわば最大のキリストの証人だと思いますね。で、彼がこんなことをですね言っていますね。で、私は初めに地理学者になろうと思ったと書いてるんですよ。彼が最初ね、学校行ったのはね、札幌農学校に入った時、それが私の目的だったと言ってます。次に私は水産学者になろうと思った。札幌農学校を出た時、私はそれが私の夢であったと書いてあります。次に私は慈善家になろうと思った。それは本当に挫折し落胆し、その思いを持ってアメリカに渡った時だった。で、彼はあるですね、施設で孤児院で一生懸命働くんですよ。ですから慈善家になりたかった。要はその次に教育者になりたいと思った。米国から帰りした時、ね、帰った時、世の目的、私の目的はそれであったと言ってますね。次に彼はですね、社会改良家になりたいと思ったと書いています。それはある新聞社に入った時に、彼はですね、さまざまな社会問題を新聞で訴えて社会を変革しようというですね、思いを持っていたんですね。それにも挫折しました。それで次に私は聖書学者になりたいと思ったと書いてあります。で、それは私が自分の娘ルツ子をですね、若い時に失う時まで、私の目的は聖書学者になることが私の目的であったって言ってますね。で、そして自分の娘のルツ子さんを19歳で失った時に、彼は非常な悲しみの中に、ね、陥りますね。それからはもう私は何者にもなりたいとは思わなくなったって言ってますですね。そして私はただ私をこの地上に使わせてくださったイエス様を信じるということだけに全力を使いたいと思うと言ってますね。それが今私が成したいと思うただ一つのことだって言ってますね。つまりイエスが私のために成してくださったこと、その技を私は多くの人々にお伝えしたい。それが結局私の目的だということが分かったということを書いてるんですよ、ね、ですから最終的に彼が分かったことは、ああそうなんだ、神が私を使わしたのはイエス様をただ明かしするためだったんだなということが分かったと言ってますね。で、まあ癒された盲人のことは知ってますよね。その時に盲人はですね言いました。本当にイエス様があなたを癒したのかと言って訴えようとして、私はそんなことはよくわからない、あの方がイエス様であるのか、あるいはあの方が何て言いましょうか、預言者であるのか、そういったことはよくわからない、ただあの方が罪人かどうかはわからないけど、一つだけ知っていると、少なくとも私は前見えなかったけど今見えるっていうことなんだ、でそのことをしてくださったのはあの方なんだって言ったんです。でそれがですね、この
見えるようになった人のこう証ですね。で僕もね、まあ、今思うのは結局ですね、クリスチャンになって一つ分かるのは、かつて見えなかったけど今は見えるっていうことがあるんですよ。でそれが結局は、それを人にお伝えすることが、まあ、僕の一つの目的なのかなと思いますね。そうやって僕はクリスチャン生活を続け、そしてまた伝道という仕事に、まあ、励んできましたけれども、まあ、何と言いましょうかね、いくつの時だったでしょうかね、50歳ぐらいの時かな、中学時代の同窓会があったんですね。で僕は同級生に、学校卒業して全然一度も会ったことがないですね。でもその案内が、まだ僕の両親が生きていたので、その両親のところにそのハガキが届いたんですね。それで両親が僕にそのハガキを届けてくれて、ああ同窓会があるのか、何十年も会ってないなと思ったんですね。みんなどんな人生を送ってきたんだろうと思って少し興味がありましたから、それで出かけましたね。そしてそれぞれ、まあ、自分の人生を何十年と違った人生を生きてきた様子を見させていただいた。するとね、幹事の方からね、その後手紙が来ました。そしてこう書いてあった。今回の同窓会での最大の驚きは米村さんでしたと書いてあったんですね。皆さん一人一人のドラマを垣間見せていただきましたが、中でも米村さんの変化には驚きと不思議の感を抱いたことでしたと書いてあったんですね。まあある意味で彼は電波高校行ったんじゃなかったのか、それなのになぜ牧師なのか、それも一つは驚きだったですね。で、まあ、そういう一つの全く彼らが想像しなかった人生を僕が生きていることに驚きを感じたんだと思いますね。でももし彼らがね、自分の心の中に起こったことの全部を見ることができたならば、その驚きはもっと大きかっただろうというふうに思いますね。まあその幹事の方はね、時々僕に今でも手紙をくれたりするんですけれども、ある時僕の本をですね、読みました。彼女はですね、そうしたら僕がですね、何と言いましょうか、ある日ですね、イエス様と出会ったその瞬間のことを書いていたんですね。で僕はその時初めて、ね、万物を作られたこの方が自分の神様であり、それだけではなくてこの方が自分のお父さんだということを知って、非常に大きな慰めを得て、涙がねもう本当に溢れ出てきましたと書いて、そして初めて僕は天のお父様とね、星空に向かって祈った、その時神様の臨在をね感じたっていうようなことをその本の中のどこかに書いてたんだよね。だからそれを読んで分かりましたって、その感じの人が、あの小学校時代に見たあなたと、そして同窓会の時に見たあなたと、あまりに大きな違いが、長い間私の謎だったけれど、ああそういう経験があなたをそんなふうに変えたんだということは分かりましたと書いてあったんですよ。つまり言い換えれば、皆さんがね、神様と出会う、イエス様と出会うということは、人生で根本的な変化をもたらすものだなと思います。皆さんそれを証しするんですですね。神様がなさったことなんです。私がなしたことではないですね。で、僕がクリスチャンになったことはですね、僕の父親にとっても衝撃的でしたね。もう怒りました。そして僕は会社を辞めて、そして伝道の道に入るなんて言った時は、もう僕を殴り飛ばしですね、そして教会へ私を引きずるように連れて行って、宣教師に向かって責任を取ってくれって言ったんです。どうして私の子供をこんなふうにしてしまったんだって言ってね、もう大変でしたね。それからはもう父は僕のことを自分のことは思わなくなった。ですから結婚した時にも式に来ませんでしたですね。けれどもですね、結婚して
私たちが子供を育てている時、そういうのをですね、つぶさに見ました。そしてある時彼は僕にね、両手をついて謝った。私が間違っていた。あの時ね、お前がどういうような人生を歩むかということが分からなくて不安で、それでお前を殴ったりした。で、本当に悪かったと言いましたね。で、今何かの宗教を持てと私に誰かが言うならば、迷わずお前の宗教を選ぶと言いました。だけど洗礼だけは勘弁してくれって言ったんですね。ないなら、やっと仕事を終えてね、今から自分はね、麻雀もしたいしいろいろ遊びたいこともあるから、お前みたいにそんなに真面目に人生を生きることはまだ無理だって言ったんですね。ですから、けれども彼は言いました。でもお前の宗教が本物だっていうことはつくづくよくわかる。だから信ずるならば、お前の神様を信ずる。だから私が死んだら、お前は私の葬式をやってくれ、キリスト教式でやってくれ。で、私はその時お前を信じ、またお前の信ずる神様を信じていると思うと言ったんですよ。で、僕はね、葬式をしてやったですね。つまり知らない間に、長い間僕の人生を見て怖がっていましたけれども、やっぱり、ああ、彼が信じている神様は本物だと彼は分かってくれたんだなと思いますね。ですから葬式を僕はやりましたので、親族が全員集まりました。そこで僕は説教しました。こうしてイエス様のことを証しする機会をね、作ってくれたんだなというふうに思いますね。ですから振り返るとですね、自分の仕事って何もね、そんなに頑張らなくていい、牧師になったから教会を大きくしなきゃいけないとか、あれもやんなきゃいけないとか思わなくてもいい。だってそのために我らいるのではない、証しをするためにいるんだ。それがヨハネの一つの大きなですね、この認識であったんですね。あの人はイエスの証しのために来た。ですからこれは証しというのはね、死の瞬間までそうなんです。たくさん僕はね、死をね、迎える人々のためにですね、その場に出会いましたね。でも本当に立派にイエス様を証ししながら亡くなる人ってたくさんいましたよ。あ、そうか、人生っていうのは最後の瞬間までイエス様を証しするんだな。つまりイエス様がどんな技を我々のうちになしてくださったかということを証しすることが我々の目的なんだ。それがね、ヨハネの目的だったんですね。で、そういう証しの生涯を送るためにですね、知っておかなければならないことが一つあります。それはですね、私たち自身が光なのではないということです。つい僕たちは自分を売り込もうとしますけど、自分を売り込むことが我々の目的ではありませんですね。だからバプテスマのヨハネについてこう言われています。彼は光ではなかった。これがね、バプテスマのヨハネの偉いところですね。彼は自分は何でないかを知っている。皆さん知ってますか？多くの人が、あなたはこれだこれだって、いや、私はそんなものではありませんまあね、私はそうでないということを知っていることは大事ですよね。で、それはね、私はそうでないということ、私が光なのではないということをね、知ることはとてもね、自分を楽にさせてくれます。で、つい僕たちはね、神様の証しをするためには立派な人間にならなければならないと思います。聖書もしっかり読んでいないと証しにならないって言いますよね。だから聖書を読む人、よく祈る人、伝道する人、そしてまた愛の人、そういう人に私はならなければ、ならなければ私は証しができないと言いますけれども、ヨハネはですね、自分は何でないかを知っていました。つまり自分が人を照らすんではないんですよ。
私が一生懸命聖書を読んだことが人を照らすんじゃありません。私が一生懸命何と言いましょうか、このお祈りしたことが人を照らすんではありませんですね。でだから私は光じゃないんだということですね。それを彼は読んで言い換えれば、自分の人生の主人公は自分ではないということです。人に命を与えるのは私ではない。つまり命を与える方はイエス様だけです。でそれをですね、光はイエスであって主人公はイエスであるということをヨハネはですね、心底確信していましたですね。まあ宇宙飛行士がですね月へ行った、これはもちろん最初に月へ行った人たちは月を探索するためだったんですよね。ところがですね、月について彼ら後ろを振り返った時に圧倒されました。何に圧倒されたか知ってる？地球です。この美しさにね、彼らは驚いた。それで宇宙飛行士は言ったそうですよ。私が月に来たのは月を探索するために来たのではない、この地球の美しさを見るために来たんだ。なんと美しい地球に我らは住んでいることかということをですね、彼らは感動したわけですね。さらに地球を見ながら思ったそうです。この美しい地球を作られた、この星を作られたのは神様ではないか。そうしてあの地球だけに不思議に命が存在する。そしてそこには不思議な人間のドラマが展開されている。これはとても地球を見ながら不思議でしたよ。一方の月を見たり他の星を見てもそこはもう何の生命もないんですよ。ところが自分が出てきたこのふるさとの地球だけに驚くべき自然界と生命とそして人間とドラマがその中で展開されている。なんという星なんだろう。そしてこういうようなことを作られた神様に対して彼は感動したわけですね。ですから中心は月ではありませんでした。地球でもありませんでした。むしろですね、この中心は神様だった。これが宇宙飛行士がそこで発見したことなんですよ。ですね。ですから同様にですね、僕たちもですね、自分は光ではないんだ。だけどこのイエス様をですね、周りにお知らせするという働きができたらいいなと思います。だから僕は時々ね、牧師である仕事を放り投げるですね、楽ですよ。あるいはね、みんなもね、自分という存在を放り投げる、楽なんですよ。主役は僕じゃない、主役はイエス様なんだ。だから自分は自分は自分はって考えるのもやめちゃうですね。で主役は神様なんだ、イエス様なんだ。その方が私をこの地上に使わしたんだ。だからこの方はかすればいいんだと思うと楽ですね。だからね、教会員をね、この背負うのは私だなんてね、時々牧師は思っちゃうんですよ。ですね、であるローマ司教がね、こんなことを言っているのを読んだことがあります。最高会議であるバチカン公会議の前日に不安で彼はね、眠ることができなかったそうです。重大な決定を控えておりましたが、意見の、ね、対立があってなかなかまとまりそうになかった。それで彼はですね、自分ではどうすることもできないと思ったんですね。もう神様に委ねるよりほかないと思ったわけですね。それでですね、彼はこう決意しました。とてもユーモアを持って自分にこう言ったそうです、ね、ジョアンニよ、どうしてお前は眠れないのかと聞いた。教会を治めているのはお前か、それとも神様か、
神様ではないか、じゃあジョバンニよ眠るとしようと言って安らかに眠ったと書いてあるのを読んでね、で僕もそれやってみた。大津教会の本当の牧師はあなたか、それともキリストか。キリストではないか、じゃあ眠るとしようというふうにね思った瞬間に楽になる。それで僕はいつもねこういう旅行をするときは、北海道に来るときには、皆さんすみませんが皆さんのことをすっかり忘れますからって言ってこう出てくるんですね楽になります。だから、ああ神様に任せるってこんなに楽なことなんだ、ね、で任せていいんだったってどうしようもないんだから、いないんですから、でですからもう考えないですね。そして神様に任せ、なんでこれをよ50年やってこなかったんだろうと思うことありますよ。だから皆さん、主人公は我々ではないんですよ。教会を治めたものもこれはイエス様ですね。で、まあ、そういうふうにですね、主人公を神だとするときに我らはとても楽になります。まだね、自分を光だと逆に思うことはとても危険なことでもあるんですよ。だからヨハネはその点がとても明瞭だった。人々が彼のもとに来てですね、あなたは誰かと問うたときに、で彼は直ちに何と言いましたか。私はキリストではありませんって言ったんですよ。で誰か、エリアかと聞いたら、そうではありません、それなら誰かと聞いたときにね、彼は声ですと言いましたですね。主の道をまっすぐにせよとあるので叫んでいる声にすぎません。これがね、バプテスマのヨハネのことですね。で言い換えれば、なんでないかということをですね、はっきり知ることは僕はとても大切なことだと思います。いいですか、ね、ですから、まあ、ある意味で、まあ、こういうことを、ね、学院で言ってはいけないかもしれませんけれど、うちの教会では先生と呼ばない、まあ、ここでは読んでもいいですよですね。だから、ついね、なぜかというとね、先生と呼ばれると先生になっちゃうんですよ。で先生はイエス様だけです。でもね、先生と呼ばれ続けるといつの間にかね、自分は先生のような気分になります。いい証拠にね、先生ってずっと呼ばれ続けると、先生と呼ばない人がいたら嫌になる。なんで先生って呼ばないんだと思っちゃうんですよ。失礼だなと思っちゃう。いつの間にか自分はそういう立場になっちゃっても、ヨハネは決してならなかったですね。あるいはパウロもならなかった。パウロはある人を癒しました。次々と来る人を癒しました。そしたらみんなはやってきてですね、パウロを拝もうとしましたよ。その時にね、とんでもない、私はあなた方と同じ人間ですと言ったんですよ。そこにね、キリスト教の強みがあるんですよ。他の宗教はね、必ず教祖になります。パウロは教祖にならなかった。でも時々教会でカリスマのある牧師さんのところは、その方が教祖になる場合ありますよ。新興宗教はほとんど教祖です。でもパウロもモーセも教祖にはならない。バプテスマのヨハネも教祖にはならないですね。私はですね、預言者ではありませんですね。私はですね、光ではありませんと言ったんですね。ですから皆さんもですね、やっぱり自分が光ではないということはとても楽なことです。でも大事なことは、私の使命は証しをすることですということですね。だから僕は自分の人生の中で時々考えるのは、自分でないものになろうとしないことです、ね、イソップはですね、さまざまな寓話を通して自分を知ることっていうのをね、の大切さを語っていますね。で、ある時ですね、亀は、ああわしのように飛べたらいいなと思ったんですよ。それでわしに言ったのね、飛ぶことを教えてください、私もあなたのように空を飛びたいんですとこう言ったのね。そしたらわしが言いました、お前さんにはそんなことは無理だよ、
やめなさい、そんなことを考えるのやめなさいと忠告するんですけれども、亀がどうしても飛びたいんだ、そういうので分かったって言ってね、亀を爪で捕まえて、そして空中高く飛びました。そこで話したら、そしたら地上に落ちて亀は死んだとか言うんですよね。言い換えればね、自分でないものになろうとすることは愚かなことだということをイソップは言ったのね。これは反対もしかりですね。わしがお前のように私も水の中をくぐって海の中を泳ぎたいとこう言って、おそらく亀は言った、お前さん無理だよって、そんなこと考えるのは。でそれやれば同じように悲劇が起こるだろうと思いますね。だからそういう意味で我々は自分の人生で我々でないものにはなろうとしないことだというふうに思いますね。で、まあ、僕はですね、クリスチャンになる前は自分でないものになろうとしてた。それでなれない自分が非常に悲しかったですね。でその時にね、宣教師が僕に言ってくれた言葉が僕の人生の方向を大きく変えましたね。米村さんね、冷蔵庫と鉛筆はどっちが値段が高いですかって聞いたのね。これは冷蔵庫ですと言ったのね。 でもねと宣教師は言いました。どんなに安くてもね、鉛筆には鉛筆にしかできないことがあるんですよと言いました。それが僕の心を打ちましたね。そうだ、何も高価なものになる必要ないじゃないか、ブランドをつける必要ないじゃないか。僕はね、大学行けなかったことがとても悔しかったんで、大学っていうのが自分にとって一つのブランドだった。でもですね、何もそんな高価な存在になる必要はない、鉛筆で十分なんだ、鉛筆には鉛筆にしかできないことがある。そう思った時にね、僕はそれになろうと思ったですね。つまり鉛筆は安い、目立たない、しかし鉛筆にしかできないことがある、そういう人生をね、送ってみたいなというふうに思ったですね。まあそういう意味でですね、僕はバプテスマのヨハネから非常に、まあ、2つのはっきりしたことをですね、教えてもらった。それは第一話ね、彼は自分が何のために来たかということを知っていた。それは誰でもできることなんです。証のために来た、これはクリスチャンであれば誰でもその目的を持つことができるし、それは最高の最大の目的だと思いますね。それともう一つ、バプテスマのヨハネが素晴らしいことは、何でないかをはっきりと知っていた。ですから自分でないものになろうとはしなかったことです。ですからどうぞ皆さんね、神様があなたに与えたもの、時に忘れになって嫌だなと思うかもしれないけれど、しかし、あ、実はそこに自分らしいものがあるんだということをね、見つけるということですね。目立たなくても素晴らしい働きがそこにあるんだと思いますね。まあ、最後に、何時までだっけ、10時10分までまだ10分あるね。でバプテスマのヨハネはね、ある意味で光でないってことを知っていたのはね、どうやってそれが分かったのかなと思うとね、光であろうと努力したの、彼は。そういう時期があったんですよ、ねえ。彼はですね、まず大変な禁欲の人だった。どうしたら預言者になれるかですね。彼はラクダの毛の着物を着、腰には革の帯を締め、その食べ物はイナゴと野蜜であったと書いてありますよ。これはもう自己規律あるいは自己訓練はすざましくできた人だったんです。何とかして自分は神に用いられる器になろうと努力したのかもしれませんね。厳しく自分を訓練しました。だけどね、彼は挫折した。そして自分の罪を取り除くことはできないと分かった。つまり彼は徹底的に自分の弱さが分かったんです。
その時にイエス様を見たんですよ。何て言いましょうか、イエス様に対して。世の罪を取り除く神の子羊。彼はこの方を礼拝しました。なぜこの人を発見したか。自分の弱さを本当に深く分かっていたからです。だから我々がね、自分の弱さを知れば知るほど、自分の足りなさを知れば知るほどね、イエス様の素晴らしさが分かります。それが僕たちの証です。だから良い証をするためには立派な人間になることではない、自分の弱さを知ることです、ね、自分の悲しみを知ることです、自分の足りなさを知ることです、そしてイエス様にすがることです。これが良き証だと思いますね。でダビデがなぜあんなふうにね、神の心にかなった人と言われるか。あれはあの大きな罪をがなかったならば、ダビデは、ね、それほど大きな人となることはできなかっただろうと思いますね。あの罪を犯した時に本当にへりくだった、ね、そしてあの心を、ね、神様はどんな生贄も喜ばれないと、砕かれた心、そのことを喜んでくださると叫んで、その祈りによってね、どれぐらい多くの人々が慰められ命を得たかわからないですね。でそれが僕はね、クリスチャンの最後の瞬間まで、持つべき証だなと思います、ね、だから、そこに私の奥さんがいますけれど、結婚してから僕はできるだけ立派な夫になろうと努力をしました。残念ですけど無残にも失敗に終わりましたですね今でも言われますよ。結婚した頃はね、もう少しあなたは祈りの人となり敬虔な人になるのかなと思っていたけど、とうとうなれなかったわねと言われますね。そうです、最後の瞬間まで許された罪人として生きなければならないんだなと思いますね。バプテスマのヨハネはそれが分かっていた。だからイエスを見た瞬間に、見よ、世の罪を取り除く神の子羊って言ったんです。最初にそれを理解した人ですね。素晴らしい預言者だったと思いますね。ぜひ皆さんね、2つのことを今日覚えてください、ね、一つはね、自分の目的は何か、証のために来たということですね。皆さんの最後の瞬間までは証をため、そしてもう一つは自分が何でないかをはっきりと知っていただきたい、そしてそうでないものになろうとしないことだと思いますね。じゃあこれで1時間目の授業を終わらせていただいていいですか。最初の授業はとても緊張するのね、ごめんね。あとになったらもう少し楽になります。みんなもしんどかったと思いますけれど、じゃあ一言お祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、本当に我々は時々自分は何のために生きてるんだろう、何のためにクリスチャンになったんだろう、何のために私はここにいるんだろう、時々自分の存在が非常に頼りなく、そして辛く感じる時もありますが、しかしヨハネははっきりと自分が何のためにここに生まれたかを知っていました。私たちにもあなたはそのことをはっきりと知らせてくださいます。どうかそのことを知って、私たちがそうでないものになろうとする愚かな努力をやめて、あなたが私に与えてくださったイエス様を証しするという、その人生に自分を捧げることができますように、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。はい、終わりたいと思います。まあ、できるだけ